堀西。しじみ汁。来ました、中さんです。おはようございます。今日ねちょっと一緒にお仕事するんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日ね JR 高取駅、兵庫県スマ、わかんない、なんかスマとかその辺です。はい、神戸のね高取駅に来ております。はい、はい、デゴ1、デゴ1のデゴ、デゴ1のデゴ71、デゴ71と、デゴ71とデ39601、サクロ、サクロで、デ1801。いいっすね。今日は暑い。暑い。ごっつい暑いね。ジャケさん、今日ここどこに来たの？ここはね、見てください。ドン。シェルにやってきましたよ。シェル。シェル。ブリカンツジャパン。ブリカンツジャパンさん。はい。もうシェルブリカンツジャパンさん。はい。来たんですけど、もうね、はい、僕らの目の前にまだね、もう真っ赤なフェラーリみたいな T シャツ着た。シェルブリカンツジャパンの社長ではないですけどね。はい。中村さんです。あ、中村さん、お願いします。今日呼んでいただきありがとうございます。お越しいただきありがとうございます。レギュラー満タンでお願いします。ということで、はい、もうシェルはガソリンないねん。ないんすか？ないねん。ないんすか？そう、俺もこの前知って。マジっすか？シェルはもう今、オイルだけやで。オイルだけ。で、ここ、もう関西でもう唯一、ね、シェルの工場がある神戸の中田区に来ました。シェルさんは YouTuber 呼んでくれたの、これもしかして工場初めてですか？初めてです。あ、嬉しい。ありがとうございます。でも工場なんか大きいですね。のいいよってことで、やってきました。はい、ということでね、なんかコンビニの店員みたいなね、はいはい、服のシェルのユニフォームに着替えました。そもそもオイルって海外から持ってきてるんですか？いやー、僕も詳しく分からないですけど、はい、まあ、横浜からとかね、来てます。どうなんですかその辺。基本的にはまあ元はですね、はい、あの原油、中村さん緊張してるんちゃいます？いや、それはすいません。緊張してるんちゃいます？お湯の場合はですね、原料でも生油っていうものがありまして、はい、近いですねありまして、まあ、それと添加剤を混ぜることで、はい、必要なですね、性能を出してるんですけど、はい、まあ、その機械とりあえず行こう。行こう。とりあえず中村さん、はい、歩きながらでもね、よろしくお願いします。はい、行きましょう。ちょっとね、はい、ほんま中村さん真面目なんで、僕らのちょっと、そうなんですよ、僕も真面目なんで緊張してきました。行こう。レッツゴー。まあ反対です。はい、ということでね、潤滑油の工場の前に来ました。潤滑油だけじゃないんですよ、ガソリンのタンクとかもあるんですよね。いろいろあります。全部オイル系、全部灯油 もここオイルも潤滑油も全部揃ってるみたいな。広っ。見てください、これかっこいいですね、工場の作りが。なんかね、なかなか工場ってトラックで入るんですけど、歩いて入ってことないですもん。ないですよね。うん、先ほど、まあ、工場広いというお話されてましたけど、はい、はい、東京ドーム2つ分ぐらい。2つ分、はい、すごいですね。じゃあディズニーランドに関しては何個分なんですか？ちょっと分かんないですよね。左の方に見えてる感じ、はい、今月表でこれは潤滑油の、はい、あ、これ潤滑油原材料の、へぇー、ダンク。もうこれ満タン入ってるんですか？だからそうですね、まあ、ちょっとタイミングによって何とも言えないんですけど、すごいですね、
わ、こうなこれ見たことはあるけど登れるって機会なかなかないですよね。なかなかないっすね。じゃああそこからちょっと登らせてもらいましょう。登りましょうか。行きましょう行きましょう。わすごい、すごい、わ大きい、うわ入ってる量としては最大4000キロ。4000キロ、すごい。でちょっとじゃあ、ちょっとだけ上がってみますか。ちょっとだけ、はい、はい、上がってみましょう。どうぞどうぞ。上がってみましょう。すごい。初めて乗るこんな。ほんまですね。このタンクにこうオイルとか入れるって、どっから入れるんですか。上から入れるんですか。いや、基本的には下の方が違う。はい。まあ、上の階も入れる。中村さんと中村さん中村さん中村さん、はい、ここは何の場所ですか。ローリーに潤滑油を入れて、はい、ローリーってなんかガソリン運んでくれてる、あんな丸いトラックですか。はい、ああいうトラックに、はいはい、もう直接オイルを詰めて送るよ。オイルが出てきてあのパイプからトラックに入れていくんですか。そうですね、そうなんですね。あ、運転手さん楽ですね、こういう装備があったら。そうですね、てっきりもう糸管でこう1本ずつ入れてるもんやと思ってました。そんなにあるかい、ね、こっから充填されるトラックに積み込みされるということですね。そうですね、はい、ローリーに積んで、はい、あ、もしかしてトラックここに置くんですか。おっしゃるとおりですね、ここ今軽量用の、すごいですね、一石二鳥、ワンストーツーバートですね。入れながら、測りながら、そういうことかですね。ワンストーンツーバートですね、はい、ワンだからワンストーンツーバート。なるほど、はい、なるほど。今日ありがとうございました。いや、まだ終わらんやろ。もしかしてディズニーランドより楽しいかもしれん。楽しい楽しい。僕はディズニーのもう豊島園より楽しい。もうあやめ駅より面白い。もう最高、ディアスク最高、最高、シノブ最高。じゃあ次行きましょう。見覚えのあるドラム缶があるけど、中村さんって赤色ですよね。なるほど、あ、どうぞ。中村さん、ここは何の場所なんですか。ここはですね、ドラムの充填を今手前にいくつかドラム缶見える、あれはまだ空の状態です。はい、充填をして、皆様にお届けできると。そうです、はい、レゴブロックのようにね、レゴブロックのおもちゃのようにこう動いてます、はい、ね。はい、もうバテてきた。ということで中野さん、はい、ちょっと見覚えのある赤い缶がいっぱい積み重なってますけど、ここは充填された後のドラム缶を、はい、出荷まで、はい、ちょっと置いておく場所となります。そうなんですね、はい、あれ、チャンケさんいないですね。あ、チャンケさん、チャンケさん、チャンケ、チャンケ、チャンケさん、これ一個ちょっと場面知識いいですか。これドラム缶ってね、めっちゃ高いとこからパンと落としてもへこむだけで穴が開かないんですよ。じゃあ次はちょっとタンクの見学に。タンクの今日な何しに来たんですか。今日は、まあ、オイルの工場見学、はい、でもほんまは確か R6 について聞きに来たような気はする。 V6? いや R6、 R6? あのトラックにほらめっちゃいいオイルがあるって言って、ここの工場でリムラ R6 が作られてんねんけど、はい、そういう工程を聞きに来たんやけど、中村さん何も話してくれんかったな。変わるんすか、オイルで。いや、俺的には安いのでいいんちゃいますか。いいと思わねんけどな。全然違うんですよ。いや、まだ入ってくるとこじゃない。まだ違いますよ。先ほどちょっとまあ、何でもいいんじゃないですか。ね、僕そう思いますけど、はい、されてましたけど、はい、そんなことないんですよ。違うんすか。はい、まあ、一昔前はエンジン回ってれば、あとは別に何でもよかったんで、そこまでいい油じゃなくても、うん、まあ、こまめにオイル変えてもらってれば、はい、特段問題はなかったんですけど、うん、最近ちょっといろいろついてるじゃないですか、環境対策というところで、
DTF だとか、うん、EGR だとか、はい、まあ、ターボチャージャーだとかついてるんですけども、そういったものに対してはちょっとあまり良くない前に一般的なオイルを使ってしまうと、うん、トラブルが、あ、要するに最近の車トラックはエンジンが性能が上がってきたっていうのと同時にちょっともういろいろついてるから前までのオイルじゃ物足りんみたいな、あ、おっしゃる通りですね、はい、例えば DPF あれ詰まっちゃうんですか、はい、無駄に燃料吹いて、あ、そうそう焼きますもんね、触媒を活性化させていくんですけど、大きい車だと7リッターとかちょっと時間かかると10リッターぐらい、あ、そうです、すす焼きの回数が減るんですか、リムラ、リムラ R6 使うと減ります、オイルはめっちゃいいって分かったんですよ、でもリムラ R6 のオイルってまあ、いろんな運送会社さんがもしこの動画見てくれて、よしさん、うちでもこれ導入しようってなった時、はい、どっから購入するんですか、シェルルブリカンツジャパンのホームページ、はい、ホームページ、そこにですね、まあ、問い合わせフォームがありますので、はい、まあ、今特設ページもご用意させていただきます、はい、まあ、そこのであればまあ簡単に、安いオイルとリムラと高いと思うんですけど、はい、高い分ってその価値ってやっぱコストパフォーマンスどうなんですかね、おいおい、今ちょっともう神々やったね、いいけどな、リムラ6コストパフォーマンスとかなんかどうなんですか、そうですね、まあ、基本1台、まあ、使っていただくと整備費用としては何万円っていうのが、あ、それも削減できるので年間で、そうですね、年間で何万円も、あ、はい、あのできるんで、まあ、要するに DPF も詰まって、はい、まあ、洗浄交換すると、まあ、ちょっと金額が張るけどそれが、まあ、減る、まあ、ないはないかもしれんけどちょっと減るから、その辺のコストもね、はい、洗浄代のコストも減るんで、トータルやっぱり高いオイル入れてるけどトータルの整備肥料は圧縮される、あ、そうなんです、車がなんか傷つきにくいとかもあるんですか、なんかエンジンのね、あ、あ、それもあります、あ、そうなんですか、はい、それもちょっとホームページに載せさせていただいてるんですけど、概要欄ね、ホームページリムラ R6 の、ね、ホームページ特設会場ね、URL 貼ってるんで、もし気になる方はね、よろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、今日リブラ R6 の工場結果いきました、ね、トラックでね DPF の再生回数が多いなって思う方とか、エンジンがちょっと最近トラブル多いなっていう方、今純正オイル使っててこのままだったら不安だって思う方、整備費用のね年間コストを下げたい方、この概要欄に特設ページ貼ってるんで気になる方はそこからねチェックしててください、各種事例、まあ、どれぐらいコストを改善できたかとか、はい、そういったところ、まあ、詳しい話はですね特設ページの記載がありますし、まあ、なぜそれができるのかっていうところも結構細かくご説明をですね、載せさせていただいてますので、ぜひですねそちら確認いただいて参考にしていただければというふうに思います、はい、概要欄の方にね特設ページ貼ってるんで、そっちからねリブラ R6 を確認してもらったらと思います、リブラ R6 せーの使ってね、ありがとうございました、いやー、まずかったですけどね、楽しかったです、いやー、今日はほんなら高田です、そうですね、はい、今日のメンバーは、まあ、今日ね全部食べるわけじゃないんですけど、まあ、ステーキとかありまして半額ね、でこれ安かった700円で、タンとカニカマチーズとか、これ子供好きなベーコンだろ、これがミスジ、これ安いよな、これミスジの黒毛和牛が600円や、安い、これしゃぶしゃぶ用かな、うん、でこれカルビとか、うんうん、こんな感じで、はい、お酒もね、嫁さんも多分飲むかな、はい、嫁さんのチューハイとか子供チキンナゲットとか買いました、お、いい感じいい感じ、めっちゃいい感じ、いただきます、
はい、これちょっと買ってみました。やみつきになるチーズたっぷりソーセージ。ちょっとこのステーキは堀西でいこう。堀西アウトドアスパイス、いただきます。もうない。うん。何が好きなの買ってきたね。ベーコン。何がベーコン好きだろ。高級カルビー。ママのこれ好き。これママ好き。一番。ママの酒。ありがとう。何何どれが先って？ベーコン先？ベーコン先。じゃあこれしまっとくな。何がやくわ。乾杯。乾杯。イエーイ。僕も乾杯。イエーイ。おやぼ。いただきまーす。でもカリカリ美味しいよなベーコンって。うんうん、食べね、パパやっちゃう。チーズいな食べたい。アンパンマン、アンパンマン、アンパパパとおそろです。いえいえ。あちゃんアンパンマンできた。お父さんアンパンマン。ちゃんと座ってほしい。こっちもちょっと後ろで。なんか減ったな。なんかピピピピピピって中でずっと夜。はい、ウインナーフランクフルト。全部焼けた？もっか。あっつ。うま。待って。何の服？ベーコンこれ。おベーコンうまそう。できたな。気をつけて。え食べない。あれこれか。もうええもうええだよ。手に一枚あげたあげた。上手食べよ。バスタブでもやる。美味しいんかなこの新作パイン。新作パインどうなの。おっぱいパ。朝くん。知らんもん。知らんな。逮捕された。あうまい。ちょうだい。何これ。食べれ。おいらん。おー、やば。ハッピーバースデートゥユー、ハッピーバースデートゥユー。やっぱ激うまやわ。うん、ちょうだいちょうだい。うん、うんだね。700円だね。うん。油やばいかろ。これあんま食えんパターンの肉やな。うん。パパ怒られんよ。優しい。パパが怒られんようにそうやって言うんだろ、うん、優しい。ごめん、焦げ好きだ。焦げ好きない。ほんまに焦げ好きない。優しいよな、冬って。パパが怒られんように。かばよんだ、うん。冬はな。ありがてえ、お前。冬や。違う。ほんの焦げ好きや。違うよ。ほんまに焦げが好きなの。ママなんで。フグから食べれる。パパ焦げるとこちょうだい。いいよ。美味しいでしょうか。
このステーキ見てやばくない？いやステーキマジ食いたかったんよ。黒毛和牛も行きます。もう一気暗くなるんでね、もう攻めましょう。生でも食えるんかな。生で食おうか。ねえよ、辛いって言うだけどな。いけるなんか言われてすぐ落とせるように。家でラーメンとパンケーキしよう。ラーメンだってな。あれだって700円のステーキ。トイレ行きなさい。もうふえちゃんも中入り。ね。よるよパパ。何を？スーサーソー。